災害関連死を含め28人が亡くなった熱海市の土石流災害。今年9月、発生からおよそ2年2ヶ月ぶりに立ち入りを制限する警戒区域が解除されました。先月末までに10世帯21人が警戒区域内にあった自宅に戻りました。しかし55世帯98人は避難生活を続けています。土石流によって自宅が全壊した徐光余さん、今も避難生活を続けている一人です。被災直後からボランティア活動などに積極的に取り組み、今年10月には熱海市内に中国の食品を扱う物産展を開業しました。いずれは旅館の開業も目指したいと話す徐さん。自宅があった伊豆山に戻ることを切望しています。すぐは帰れない状態ですが、多分また避難生活続けます。あと1年か2年か3年間全然わからないです。絶対にまた戻りたいです。あのところは私の第二のふるさとだと思います。帰らないといけない気持ちがあります。一方、削り節店を営む小沢昌司さんは40年以上暮らした自宅を手放すことを決めました。これはあの削り節の機械ですか？そうです、削り節の機械です。何年ぐらい使っているんですか？もうだいぶ使ってますね。30年ぐらい使ってるんじゃないかな。小沢さんはこの家で被災し、家の前に土砂が押し寄せ道を塞がれ、家族5人で崖をよじ登って避難しました。1段、2段、3段止まっていって、そこの裏からその向こう側に神社の階段があるんですけど、そこから上に上がりました。本当に命からがらです。本当ですね。5人で、はい、ね、そうですね。土石流によって冷蔵庫に保管していた鰹節などの原料はすべて廃棄。警戒区域内の中にある自宅は手入れができず、老朽化が急激に進みました。これはもう昔から、生まれも育ちも伊豆山の小沢さん、この家を手放し同じ伊豆山地区の古民家に引っ越すことを決断しました。私伊豆山が好きでね、なんだかんだいろんな役頼まれるとあーってやっちゃう方だもんですからね、いくつもやってるんですけど、まあ、そんなあれがあって伊豆山大好きなんですよね。まあ、伊豆山地区に住んでいたいっていう気持ちだと変わらないですね。戻り始めた住民がいる一方、被災地を流れる逢初川の改修や道路整備は進んでいません。必要な用地買収はおよそ5割にとどまり、県と市はエリア別に説明会を開き理解を求めてきました。もっと早い時期に、ね、こういうような形でやってくれれば、で話し合いできてると思うんだけど、行政のお願いばっかりで、そうじゃなくてこっちがお願いしたいんだって、なんかちょっと違うんじゃないのかなって、そういう気がしました。こっちとして見れば気持ちもついていかないし、で先立つものはないし、簡単に
簡単に本当に帰ってくる気があるのかないのかってそういうことを平気で言うから、うん、そうじゃないだろうと、うん、でそこら辺がねやっぱね不満に思いましたね、うん、被災者からは進まない復旧工事への苛立ちや対応への不満も聞かれました。今後について市長はどう考えているのでしょうか。9月1日に計画区域が解除されて自由に出入りができるようになりました、まあ、これから本格的な土木工事もようやくできるような段階になった。それが大きな要因だと思いますが、まあ、これから復興に向けての本格的なようやくスタートラインに立ったのかなというのが率直な所感であります。土石流災害から間もなく2年半、用地買収や被災者の生活再建など課題は山積みです。変わらない被災地の風景を変えていくために行政には迅速な実行力が求められています。